他にね、欲しいものは山ほどあるんですけども、まあ今回はここら辺で我慢しておこうかなと思います。いや、本当に洞窟が綺麗になったよな、アップデートで。やっぱね、せっかくのアップデートなので、洞窟の中で建築もやりたいですね。とりあえずサバンナハウスでもう不憫なく暮らせるようにぐらいになったら、ちょっと移住も考えてね、行きたいと思ってます。多分ね、一つの場所にね、ずっと住んでるのはね、僕飽きてしまうので、いろんなバイオームをね、飛び回りながらやっていく遊牧民みたいな生活がね、僕には多分向いてるんじゃないかなって思うので、そんな感じのスタイルで、できたらいいなと思います。でもね、だいぶ進んだよね、街全部一人で作ったって考えるとね、すごいよね。よし、牛を増やしていかないと。やったー、深層レンガがこれで、深層岩レンガこれでめっちゃたくさん使えるから贅沢に使ってこう。やっぱかっこいいな、このブロック。合う。よし、で上に登りの、この上にブロックを乗っけて、上にブロック 1,2,3,4 からの1,3,4,5,6,7 やっぱ足らないか。あともうちょいだ。はい、オッケー。おっと、痛い。この部分が向きが合ってないですね。こうかな。これでどう？このね、柱はね、めちゃめちゃかっこよくできたと思うんだけど、ここをね、つなげていった方がいいのかがちょっと悩むよね。これさ、深層岩、これ合ってる？違くない？なんか見た目。あれ？奥向きが悪かった？これ深層岩レンガで、あれ？深層岩タイルじゃなかったっけ？俺使ってるの。あれ？間違えた？俺もしかして。あ、深層岩レンガの階段にしちゃったかもしれない。深層岩タイルじゃなくて。これもしかして全部間違えてる？一回ね、全部深層岩タイルじゃなくて深層岩レンガで階段を作ってしまったかもしれない。そしたらもう戻せないんだけど。うわー、もったいないことしちゃったな。これがタイルだ。で、あっちがレンガだ。うわー、似てるー。めちゃくちゃ似てるけどちょっと違う。わかった。これは壊します。だけど、まあ、あの有効活用する方法はあるので。でもこれはちょっとちゃんとタイルで作りたいので、もう一回タイルでちゃんと階段を作ります。で、こっちのレンガは家の本体のね、柱じゃなくて本体の部分の建材にしようかなと思います。おかしいな、ちゃんと作ったはずだったんだけど、タイルを勘違いしちゃってたな。まあ、全然ね、正直見た目違いね、わからないんですけど、パッと見だと。こだわり的な部分で、ちょっともう一回やり直したいなと思ったので、ここは直していきたいと思います。ちゃんとね、深層岩タイルを全部階段にして、深層岩タイルを階段。タイルとレンガがわかりづらいな、本当に。これレンガだね。こっちがタイル。これレンガ。こっち側も、タイルだね。タイル置きました。よし、これで全部タイルになったので、これでちょっと試してみたいのが、この部分ね、こうやってつなげてった方がかっこいいんじゃないかなみたいな思ったんですけども、そうなるとまた深層岩取りに行かないとかな。とりあえずなしの方向性で考えていきます。こういうこと始めちゃうとね、どうしても素材がもう足らなくなるので、うん、この動画で作り終わらない。これでさっきね、間違えて作ってしまった深層岩レンガのね、階段の方ですね、こっちの本体の方に使ってあげればうまくリサイクルできるんじゃないかなって思って、うん、これでできそうじゃないかな。逆にレンガ足りないかな。お、ぴったりぐらいだな。あ、よかったよかった。ちょうどいい。これでね、レンガもうまく活用できて、で、他も全部タイルにね、変更することができたので、柱を、何マスか下げたいんだけど、柱2マス分下げちゃおっかな。ちょっとあまりにもアンバランスになっちゃってるんで、柱の部分を調整していきます。レンガだね。レンガじゃなくてタイル。うん、ちっちゃめで作って、で、やっぱ上のところにもうちょいなんか追加しようかな。うわ、スケルトン3人もおる。待って、めっちゃこっち来てる。大丈夫かな。やっぱハードモードで遊んでると、装備をつけてるモンスターたちの出現率が相当高いですね。大体ゾンビアーマー着てる。しかも、エンチャ付きの。さすがハードモードといったところ。
あ、ゾンビに見つかった。ちょっとスケルトンもクモも湧きすぎでしょ。アイテム集めて寝たいんだけど、こっち側の道通って寝れるかな。家の周りにいて寝れなさそうだな。寝れるっぽいな。よしよしよし、これでとりあえず柱の部分が完成って感じにしておいて、このね上の部分をねうまく作りたいので、あ、深層岩タイルって4回もやんなきゃいけないんだ。はい、これで全部つながったかな。こんな感じかな。こうやってでつなげてしまうと柱感がちょっと薄れるかな。だからやっぱ内側に向かって階段作る。階段をつけたらどうなるんだろう。この部分を階段にしてしまうのはどうでしょう。階段にした後にここ4つをこうつなげると、これ節約になるんじゃないかな。これでブロックの、なんか微妙かな。なんなら全部階段でつなげちゃっていいかもしれない。こんな感じにしとくのはどう。なんかこれでいいんじゃね。これが一番収まりそうだな。うまくなんかインドっぽさ出たけど、まあいっか。なんかインドのあれっぽい。はい、おはようございます。ということでね、いろいろ試してみた結果ね、こんな感じが一番ねシンプルでいいかなっていうことで完成かな。とりあえずこんな感じで作って、まあ付け足していくんですけど、こんな感じで作っていきたいと思ってます。はい、こんな感じです。柱の部分の、ね、上にねハーフブロックをつけて、こうちょっとなんつうんだろう、お城っぽさ、お城の見張り台みたいな感じで作りました。でちょっとまあ遺跡というよりかはねお城に近い形になったんですけど、でもうちょいねこの柱じゃなくて本体の部分ね作り込んでもいいんですけど、どうしようかな。例えばもう一段囲ってもいいし、こんな感じでもう一段上げてみるのもありかな。お、天井をガラスにしてみてもいいかもしれないな。じゃあ深層岩レンガで、タイルではなくてレンガの方でもうちょっと階段を作って、こんぐらい必要かな、こんぐらいかな、作ってそこの部分をガラスで吹き抜けみたいな感じで作ろうかな。こんな感じですね。穴開けてそこの部分だけ太陽のね光が入るようにしていきたいと思います。いいんじゃないでしょうか。じゃあね、エンチャント部屋はねこれで完成にしたいと思います。うまく道をつなげてないけども、次のね動画でこのねインテリアの部分、結局ね家の中はこんな感じでちょっと吹き抜けみたいな感じで作ってみました。太陽の光がね入るようにしてあります。で次の動画でこの内装のね部分を作って、でエンチャントテーブル置いて、ちょっとダイヤモンド使いすぎてね壊れかけなんですけど、これもエンチャントしてっていう形でやっていきたいと思います。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではザ・フォレストや他のサバイバルゲームの動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントとベルマークを押して応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。